アスパラギンはアミノ酸の一つでニアミノマイナス酸、カルバモイルプロピオン酸のこと。略語は N あるいは A ズン。アスパラガスから初めて単理されたことによりこの名がついた。中性極性側酸アミノ酸に分類される。タンパク質構成アミノ酸の一つで非ヒ,ヒスアミノ酸。グリコーゲン性酸性を持つ。コドンは AAU または AAC である。 アスパラギンは1806年、フランスのルイ・ニコラ・ボークランとピエール・ジャンドビケにより、アスパラガスの汁から結晶として単離され、単離された最初のアミノ酸となった。1809年、ピエール・ジャンドビケは肝臓の根からもアスパラギン様物質を単離したが、1828年、それはアスパラギンであったことが確認された。アスパラギンの即差は、 ペプチド骨格と水素結合を形成することができる。つまり、他のペプチド骨格の代わりに水素結合サイトを埋めることができる。そのため、この残機はアルファーヘリックスの視点、終点、ベータシートのターンで見られる。構造の類似したグルタミンは立体排座エントロピーが大きいため、このような機能は持たない。また、アスパラギンは、タンパクの N グリコシルカの標的となる。 生体内では、アスパラギン酸からアスパラギンシンテターゼにより生合成される。また、アスパラギナーゼによりアスパラギン酸とアンモニアに分解される。オキサロサク酸からのアスパラギン性合成へ科学し、ネイチャーに掲載された研究論文で、動物実験段階ではあるがアスパラギンが不足すると乳がん細胞の成長が妨げられることが分かった。 実験の内容は癌にかかったマウスに低アスパラギンの食事やアスパラギンを阻害する薬を与えるというものである。通常、癌にかかったマウスだと癌が,が転移して2から3週間程度で亡くなるが低アスパラギンの食事やアスパラギンを阻害する薬を与えたマウスでは転移が抑えられた。ありがとうございます。